Thank you.
皆様こんばんは。本日はキャナルシティ博多にお越しいただき誠にありがとうございます。ここからのお時間はキャナルクリスマスマジック2019キャナルパノラマイルミネーション点灯式を開催いたします。私本日の進行を務めます FM 福岡の朝の生放送モーニングジャムで月曜日と木曜日を担当しております小浜元子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今年で23回目となるキャナルシティのクリスマス、毎年いろんなイルミネーションやイベントで楽しませてくれるここキャナルシティですが、冬季イルミネーションが本日から点灯いたします。南北に流れる運河に沿ったそれぞれの場所がフォトスポットとなるような絶景空間に大変身します。この記念すべきキャナルパノラマイルミネーション点灯の瞬間をスペシャルゲストとともに迎えます。本日お越しいただいているスペシャルゲストは来年2020年2月17日からキャナルシティ劇場で開幕する劇団四季ミュージカルノートルダムの鐘の出演候補キャスト2名がなんとここサンプラザステージに登場いたします。ぜひ登場の時には大きな拍手をお願いしますね。皆様にその登場の前に、注意事項をいくつかお願いしたいと思います。まずサンプラザステージ後方は通路になっております。お買い物中のお客様のご迷惑にならないように立ち止まらずにご通行いただきますようご協力ください。それから本日撮影は OK となっておりますので、ぜひ写真動画撮っていただいて、もちろんイルミネーションも撮っていただいて、たくさんお友達に教えていただければと思います。それから運河沿いでご覧になっている皆様は押し合わないようにしてください。気をつけてくださいね。そして上層階でご覧になっている皆様、手荷物を手すりの内側に入れておいてくださいね。もし万が一、落としてしまいますと大変ですので、手荷物は内側に入れておいてください。よろしくお願いいたします。また本日はメディアの取材撮影が入ります。写真や動画撮影など映り込む可能性がございますので、あらかじめご了承ください。さあそれではお待たせいたしました、スペシャルゲストをお呼びいたしましょう。キャナルパノラマイルミネーション点灯式スペシャルゲストのお二人、劇団四季ミュージカルノートルダムの鐘出演候補キャスト、梶本役の飯田達郎さん、そしてエスメラルダ役の松山郁恵さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。どうぞお越しくださいました。改めて皆様どうぞ大きな拍手でお二人をお迎えください。梶本役の飯田達郎さん、そしてエスメラルダ役の松山郁恵さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあお二人が出演候補キャストとなっているノートルダムの鐘、はい、2016年に東京で初演を迎えました。ディズニーの長編アニメーションでね、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ヴィクトル・ユゴーの原作を元にしたストーリーにアニメーションの音楽、そして舞台上にまあ、クワイア聖歌隊がいて、はい、そうですね、まあ、非常に重厚な歌声が物語を彩る深く美しい人間ドラマなんですよね、はい、舞台は1482年15世紀末のフランス・パリです。ノートルダム大聖堂の鐘つき男梶本と、彼を密かに世話する大聖堂の聖職者、そして警備隊長、その3人が愛してしまう美しいジプシーの踊り子、それがエスメラルダなんですね。織りなす愛の物語です。2016年の日本初演以来、京都名古屋でも上演して全国各地で話題を巻き起こしました。その作品が来年いよいよ福岡に初めて、はい、登場する、上映されるということなんですね。やっとやっておりますね、まあ、本当に楽しみですが、はい、それぞれお二人の役どころをまずご紹介いただけますか。もう今だいぶ説明してくださいましたけど、はい、でもそれぞれの口から、そうですね、
カジモドっていう、あの、出来損ないという、意味が込められたカジモドという役を演じております。カジモドというのは、あの、ずっと生まれてからずっと、ノートルダム大聖堂の鐘つき堂に閉じ込められていまして、非常にこう醜い容姿、体もずっとこう曲げた状態で、舞台を務めています。で、彼が、その一度だけ、なんとか一度だけ外に出てみたい、人と触れ合ってみたいっていう、そういう願いの中から歌う曲を歌って、そして外に出ていくんですけども、あの、ソロを出ていってエスメラルダに出会う、そこからの人生の大きな歯車が、まあ、狂うとまでは言わないですけど動き出す、そして、あの、サプライズが待っているということですね。驚きのエンディングということですね。あんま言えないんですけどね。はいはい、ここからはね、ぜひ来年楽しみにしていただきたいと思いますが、そうですね、そのね、梶本が出会う、ジプシーの娘、はい、エスメラルダですが、松山さん、どういう女性ですか？はい、エスメラルダは、自由を愛するジプシーの娘で、こう偏見を持たず、あの、権力にも屈しない、正義の、自分の正義を貫く真の強さのある勇気のある女性で、私自身もすごく憧れもあるし、彼女っていうか、そのエスメラルダっていう役に出会って、自分もすごく成長させてもらいました。そうなんですね。あの、飯田さんは実は2016年の初演キャストのお一人として、はいはい、 そうですね、はい、そして松山さんは去年からこのノートルダムの鐘にご出演ということなんですが、はいはい、そのお二人にとってこの作品の魅力ってどういうところだと思いますか？魅力は中毒性だと思います。いや、僕の場合は、はい、僕はもうすぐ300回になるんですね、梶本を演じ始めて。300回ですか？何度も見てますし、何度も演じていますが、まあ、飽きが来ない、まずそこですよね。ですし、あの、お客様の驚異のリピーター率なんですよ。なので、まあ、福岡ではまだ、あの、上演は初めてなんですけども、きっと、あの、初めてご覧になられた方、一回だとその曲の荘厳さとかセットの素晴らしさとか、そういうもので、そのドラマがのに圧倒されちゃうと思うんですよね。で、1回だけだとその分かりづらいところがあるので、まず1回見に来てもらって、なんかすごいものを見たなっていう涙が絶対流れるはずなので、その後2回、3回、4回、5回と来ていただいて、あの、たくさんの方に本当にこの福岡でも愛していただければなと、あの、思いますし、そのリピート率というか、その中毒性がやっぱこの作品の大きな魅力の一つだと思います。はい、何度も見たくなるっていう、はい、そういうことなんですね。はい、松山さんはいかがですか？そうですね、その何度も見たくなるっていうのは本当に、私自身も最初見て、なんかこう、何を見たのかわからないような涙が出てきて、で、次の日また見に行ったんですけど、はい、それぐらいこう、なんか何を見たのか、何を感じたのかをもう一回確かめたくなって見に行ったんですよね。2日連続来たんですか？すごい、すごいですね。そうなんですよね。なんか、で、その、あの、見に行った時もやっぱり、あの、お客様もその日のコンディションだったり、日常でやっぱ辛いことだったりいいことだったりたくさんあると思うんですけど、そういう時にこう、梶本はやっぱり自分にコンプレックスを持っている人間ですし、フロローはその、あの、自分の欲望にずっとこう苦戦して抑えている人ですし、ジプシーの、ね、エスメラルダも、あの、そういう境遇、辛い境遇の中で強く生きてる女性だったりするので、そのいろんなキャラクターに多分お客様が自分と重ねて一緒に物語を運んでいくっていうことができる作品なので、あの、ぜひ本当に何回も見ていただいて、新しい発見をしていただいて、それでその希望だったり、あの、シリアスでダークなシーンがとても多いんですけど、その中の希望だったり、そういう幸せだったりをこう見つけていって、皆さんの明日の希望にしていっていただけたらなと思っています。はい、こうやってお二人のお話を聞くと本当にますます楽しみになって、はいはい、早く見たいなっていう気持ちになります。僕も見たいです。僕はでもっていうぐらい本当にね、あの、大好きな作品なので。あ、そうですか。はい、本当に皆さんね、楽しみにしていただきたいと思います。はい、で、今日はその来年2月17日からのノートルダムの鐘の開幕に先立ちまして、はい、キャナルパノラマイルミネーション点灯を記念して、お一人に1曲ずつ劇中のナンバーを歌っていただけるということで、皆さんすごい楽しみでしょう。
私も楽しみです。では準備をよろしくお願いいたします。来年の2月本当に楽しみですが、ステージが素晴らしいんですよね。あの先ほどもちょっとねご紹介しましたが、こう聖歌隊クワイアがずっとこうステージ上にいて、またねこう荘厳なハーモニーがね聞けるんですね。そんな中でそれぞれが、まあ、劇中の曲も素晴らしいですし、もう聴きどころ見どころが満載のノートルダムの鐘です。で今日はこの後まずカジモド役の飯田達郎さんが、カジモドが外の世界への憧れを歌った曲日差しの中へ、そしてエスメラルダ役の松山郁恵さんが、エスメラルダがジプシーの仲間を救ってと神に祈る場で歌う神よ弱き者を救いたまえ、2曲続けてお送りいたします。それではお待たせいたしました、お二人に披露していただきましょう。どうぞ。壁に隠れたままで街を見下ろしている。普通の暮らし知りたいけど、いつも眺めてるだけ、誰にも気づかれずに死ぬまでここで一人。みんなと一日過ごせたらどんなに夢が叶うなら、一日でいい街の中で暮らしたい。どんなことが起ころうとも僕は日差しの中へ。ここから見える人たちはみんなわめいたり嘆いたり、平凡な暮らしの幸せまで気づいていない。僕ならそんな毎日大事にする。朝川沿いを散歩しながら、気の向くまま歩きたい。そうだ、今日だけは夢を叶えよう。一度で喉を受け出し踏み出そう。日差しが中へ。どうか助けて。
ありがとうございます。ありがとうございます。日差しの中へ、そして神よ弱き者を救いたまえ、2曲歌っていただきました。さあ、そしてここからキャナルパノラマイルミネーションの点灯式です。はい、飯田さんと松山さんのお二人に、ここキャナルシティ博多に明かりを灯していただきます。はい、それでは準備をお願いいたします。はい、さらに進化した光と水で演出されたキャナルパノラマイルミネーションの華々しい点灯の瞬間をお二人と迎えたいと思います。飯田さん、松山さん、合唱団、そしてここにいるお客さんみんなの気持ちが一体となった時に、館内に魔法がかかって、噴水を使用したアクアツリーを中心に館内各所に設置されたファンタジックなイルミネーションが全て点灯いたします。進化した今年のイルミネーションをぜひお楽しみください。それでは準備はよろしいでしょうか。では飯田さん、松山さん、そして福岡市少年少女合唱団の皆さん、よろしくお願いします。式の会はインターネットから即日入会が可能です。17日の発売日までにご入会いただくと、式の会発売日からお求めいただけます。詳しくは劇団式のホームページをご覧ください。それでは飯田さん、松山さん、最後に皆様に一言ずつお願いいたします。はい、
ノートルダムカンパニー全身全霊をかけてこの福岡公演を成功させる思いでいます。ぜひキャナルシティ福岡に足を運んでいただいて、この嘘偽りのない人間ドラマ楽しんでいっていただければなと思っていますので、ぜひ劇場に足をお運びください。お待ちしてます。ありがとうございます。では松山さんからも一言お願いします。私自身とっても福岡が大好きで、食べ物も美味しいし、皆さんとてもフレンドリーな方ばっかりで、また来年もし来れたら、ぜひ福岡の大好きな福岡の皆さんにノートルダムの鐘のメッセージと、作品のパワーをお届けできるように精一杯頑張りますので、ぜひ皆さんいらしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それではそろそろお別れの時間なんです。